どうも、こんばんは、エドムです。今回は東京ぐるりインボーク、新しい占領戦が始まりました。僕は今回人間側なんですけども、今回はですね、教習じゃなくて駆逐ですね。ヤモリ、人間側なんで今のところヤモリとナキを見てるんですけども、他に出るんでしょうか。説明読んでないんでそこら辺わかんないですけど、ナキは B だけやって、そこでねちょっと倒されちゃったんで、今回、次にヤモリが出現して今から、A 初見で挑んでいきたいと思います。今回駆逐の難易度がなんかちょっと落ちてるみたいで、 A もね結構楽々耐えれるみたいなんですけど、今ヤモリが出たとこなんでヤモリはどうかわかんないです。ナキは結構A もね耐えれたっていう人が、ツイッター見てたら多かったんで、まあいけるんじゃないかなと。で使っていくパーティーは、これですね、前衛が、フェスゲンのアモンじゃねえわアリマで、ムカデに、サイコですね。サイコは回復役と敵の、攻撃力ダウンだったっけな、これあ違うわ、 2ターンの間、味方の防御力を 1.5 倍にするっていうかなり強力ですね。しかも回復、自動回復付きかな確かで、光栄に、誕生日投下と熟練度 100% の、バフ重造に、デバフのアキラですね。じゃあやっていきましょう。まあムカデのね、敵の耐久値、武器耐久値を下げるのがかなり強いんで、まあ、ムカデを入れて毎ターン敵をねブレイクさせつつ、サイコで回復して耐久しつつって感じですね。サイコもアモンも、まあ、武器耐久は十分にあるんですけど、まあアモンじゃないわ、アリマは武器耐久はかなりありますね、十分に。まあ、ムカデがちょっと脆いんで心配なんですけどね。じゃあやっていきましょう。で最初多分ねこれ2回使わないといけない、2回シフト使ってねムカデのスキルをとりあえず貯めると。やべ、溜まんないじゃないこれ、うわ溜まんなかったんだがここで溜まる予定だったんですけど、いつもならねクリティカルとか出てまあちょうどぐらいで溜まってくれるんだが、ちょっとこれミスりましたね。これねかなりやばいんで今ここから持ち直さないと。アモンじゃねえわアリマちょ間違うんだが、ここは一回サイコ使うでしょ。で 10% 回復してで、自分自身がこれ回復するのか。じゃあこれアリマをトーカーに一瞬下げた方がいいかもしれないな。トーカーもね誕生日トーカーも今のところ脆いんで、とりあえず殴りましょう。でムカデで殴ります。いやこれしくったね最初本当に。 OK これでブレイクで、これでムカデのスキルがまた時短もたまるんで、まあ、ここから毎ターンね、ムカデが死ななければ毎ターン与えられるんですけど、ダメージをちょっとシフト使って投下をね。まあこんな感じで、あ敵ブレイクされると、ヤモリってブレイクされるとあんな感じになるんだねヤモリの隠れかっけえ。おっと危ない。であと3ターン耐えなきゃいけないんだよねこれが。でバフは重複しないしデバフも重複しないんだよね。ってことは自分サイコがここで打っても意味ないんだけど、投下がたまるかな。まあいいや、とりあえずムカデで、ブレイクさせて、あ何歩下げるやんけなこれ、7だっけ。あ武器耐久値7だね。でブレイクする、いいねこれかなり強い。で回復使ってこれをねアリマにやりたかったね。こんな感じでとりあえずサイコのデバフが効いて、デバフじゃねえわ、味方の防御力バフが効いてるんで、サイコとムカデは死なないにしても誕生日とかは死ぬかな。
集中的に攻撃されそうだし、あやっぱこっち行くか、ブレイクしていく。え、武器耐久値プラス1って何？最高のゲージから増えちゃったわけ。ちょっと待って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 、それは聞いてん。ここシフト使って重増のバフをかけるか。じゃあ敵に重増のバフもっと早く使っとけばよかったな。これまだサイコン切れてないよね。前は使っとこう。サイコン働きます、働きます。で床で使って、でこれブレイクしないから重増使っていいよ。これで重増が相手のね、あのデバフかけるんだよ。攻撃力だな、だったっけな。 0.5 倍にしていく。いいよ。てかね、このフェスゲンのイグザアリマ、この前のムカデを引いたガシャの時に出なかったんだけど、なんでだろう。かなりね操作感引いてたはずなんだけどね。いいよ、あと2ターン耐えれるかな。アリマが多分やられちゃいそうだけど、どうにかこの右の前衛と後衛か、相手さ左側から狙いすぎじゃない、どういうこと。覚醒状態、おお来た。もっと演出あるのかと思ったら葉っぱって変わっただけだったな。武器耐久がまたプラス1した、あれもしかして。怖すぎ。ちょっと待って、やばい。これね、アリマがやられちゃったんでやばそうなんだよね。ここで7下げれるって言ってもね、次のターンブレイクできるかどうかちょっと分かんない。ここどうしようかな、ここどうしよう、ちょっと待ってね、ここどうしようかな。重増のスキルはあれだから、いやでも重増、サイコはいいか、ちょ重増に前に出てもらうか。いやでもダメだ、これムカデをあれだ、スキル貯めないといけないんだな。てかブレイクさせないとダメなんだ、ここまずこの時点で。ブレイクする、ちょっと待ってよ、考えさせて。ここで次のシフトが2回でしょ、いけるわ。ここでムカデを前に出せばいいんだろうというか、出さないとダメなんだ。ここでムカデのスキルチャージをしておかないと次のターンブレイクさせれないような気がする。あ、シフト1溜まるからサイコの後ろにいるアサチュンアキラを出せばちょうどブレイクできるぐらいになるんだけど、ムカデがここで倒された意味がない。やばい、これこの後全体前衛攻撃来るだろう、やばいんだよな。やられた、やばい。これは非常にやばい状況なんだが、おっと、あ、このターンで終わってた、ごめん、なんか勘違いしてた。なんとか耐えれたわ、ギリギリだな。そうか、これも5ターン目だったのか。危なかったわマジで。これちょっと見直さなきゃいけないというか、これ強化がねあまり進んでないね。多分誕生日とか今何歩なんだろうか。アキラも進んでも、前衛と後衛のセンターにいる重増、熟練度 100% の重増ぐらいしか多分武器強化あんま進んでないんだよな。はい、ということで、今回ヤモリ、駆逐 A 初見プレイでした。ですね、まあ参考にしていただければ嬉しいんですけども、まあ、なかなかキャラが揃ってない方は難しいかと思います。まあ、駆逐は基本的に5ターン耐久するんで、倒すっていうよりかは、行動力の多いやつ連れて行ったり、武器耐久値を下げるキャラクスキル持ってるキャラクターをね、置いてやって毎ターンブレイクしつつ、まあ、2つのキャラぐらいでね回復して、防御アップして敵の攻撃力下げて耐久っていうのが基本だと思います。はい、ではまた次回の実況動画で、次は亡きの A をできればやりたいと思います。ではまた。